everyone. This is Colin's channel. 今日は、何回かリクエストいただいてたおすすめのアイス紹介してとか、香港の街を散歩してとか、ミニツォのお店を紹介してって、そのリクエスト3つをギュッとまとめた動画でございます。週末に塾に行くんですけれども、その帰りにアイスのパウチャーみたいなのもらったので、それを食べに行ったことと、あと近くにミニツォがあったので、歩いてミニツォに行ったお話です。香港はとても賑やかでうるさい街なので、ところどころ音量がボーンと上がったりするかもしれないんですけど、そこはご注意ください。あとたまにすごくうるさいサイレンとかあるシーンは音量を全部消しているので、編集は思い通りいかなかったんですけれども、街の風景などをエンジョイしていただければいいなと思っています。めっちゃ暑い。今日はアイスの無料券もらったのでアイスを食べに行きます。正午なんですけども、超絶暑いです。塾終わってもう暑い結構ね、横断歩道赤でもこうやって歩く人いるんですよ。さすが香港。地下には日本の食料も結構あるんですよね。ナッツアレルギーなのでヘーゼルナッツは食べれず、チョコのにしました。こんな感じで、はい、いただきました。いただきます。すごい恥ずかしい自撮り。めっちゃ濃い。チョコって感じがしない。やっぱトルシュの感じがすごい強いし、なんかチョコってチョコじゃないね、これ超強い。でも貝は、美味しいけど、これトリュフなのかな。すっごい何かが強いです。よくよく食べてみたら結構やばかったので味が捨てちゃいました。あまりにもアイスはまずかったので、前回リクエストでいただいたミニソンに行ってきます。香港のは大きいらしいので行ってきます。あったミニソン。あー待って、忘れてね、ここにあったんだけど渡らなきゃいけないみたい。渡るって知らなかったので渡ってきます。なんか靴ずれで、靴のあそこにずれでティッシュを包んで、痛みは治ってもなんかヒラ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 してたやつられるし、なんか変な感じです。今すごいなんか香港チックなところですね。この空が見えない感じとか、このなんていうのぶら下がってるやつとか、香港だ。しかも赤信号でも歩く人とかも香港だ。混雑なんかこういうの感じ。そう、ベトナム時と同じだ。あ、靴も買おうかな、みたいから。ブラシがすごい。超カラフル。すごい。買ったな。何これ。パンだって。扇風機なのかな。こういう感じのパン。いいね。
き、無事にバンドエイド変えて、もう靴ずれは痛くないです。嬉しいです。借りたい、借ります。日本で外出するときの私のテンションは超パリピで、買い物イエーイ、コンビニイエーイ、何でも買いたいイエーイ、東京に行くと、はぁ、うん、って感じです。チャンネル登録や高評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE などもチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。